皆さんこんにちは、クライムライフです。今回なんですけど、僕ね、今まで筋トレを始めて本当何十種類っていう筋トレ器具を使ってトレーニングしてきたんですけど、今回はね、その数あるトレーニング器具の中で本当にお勧めしたい筋トレ器具ベスト3というものを、発表していきたいと思います。で、今回紹介する3つの筋トレ器具の、購入リンクはコメント欄や概要欄に記載しておきますので、ぜひね、動画を最後まで見て、欲しいものがあれば購入してみてください。はい、それではね、トレーニング器具の紹介に入っていきたいと思います。まず1つ目、1つ目はこちらです。リップスバーです。もうね、この筋トレ器具は僕の動画を普段から見てくださってる方は知ってるかと思うんですけど、もうめちゃくちゃ優秀な筋トレ器具です。本当に僕の筋トレになくては欠かせない筋トレ器具の一つです。で、はじめにね、この筋トレ器具の特徴を、お話しさせていただきます。もう何を言ってもこれ1台でできるトレーニングが多すぎてやばいです。もうディップスはもちろん腹筋トレであったり、プランシェトレーニング、フロントレバートレーニング、腕立て伏せなど本当に幅広いトレーニングができて、これ1台で、上半身全体が鍛えられます。しかもね、このトレーニング器具っていうのはもう初心者から上級者、いやもう超上級者まで幅広いレベルの方に使っていただける、すごいね、長く使える器具でもあります。しかもね、自分が使ってるディップスバーに関しては高さ調整もできまして、これがまあ高いバージョンなんですけど、ここでね、取り替えができまして、まあ低いバージョンでありますと倒立だったり腕立て伏せだったり、まあ腹筋トレっていうのがよりやりやすくなっています。で、自分過去にディップスバーを使ったトレーニングを紹介した動画をいくつか出しているんですけど、まあ、自分の調べによりますと、思いつく限りでも50種類以上の、筋トレができる器具になっております。はい、もうこんな感じでね、本当にこれ1台あれば、上半身全体が鍛えられる本当に優れた筋トレ器具になります。で、このリップスバーはどんな人におすすめかと言いますと、まず自宅で全身を鍛えたい方、そして1台の筋トレ器具で様々なトレーニングをしたい方、そして筋トレをするのに高額なお金をかけたくない方、これっていうのはまあやっぱりジムに通ってしまうと、まあ、月ね5000円以上はかかってくると思うんですけど、まあ、こちらの器具だと1回買うと長い間使えるっていうメリットがあります。4つ目はプランシェだったりフロントレバーという、自重トレーニングのパフォーマンスを習得したい方、そして5つ目は、初心者から上級者まで長く使っていたいという方、こんな方々におすすめの筋トレ器具になっております。はい、続いて2つ目の筋トレ器具を紹介していきたいと思います。2つ目はこちらになります。トレーニング用のチューブです。これもね、自分の動画普段から見てくださってる方は、よく見たことあると思うんですけど、自分はよく使ってます。そしてね、このトレーニングチューブの特徴としましては、とにかくね、筋トレの質を上げてくれます。というのも、先ほど紹介したディップスバーとこのチューブを組み合わせると、かなりね、効率のいい筋トレができます。なぜかというと、自重トレーニングというのは、細かい負荷の調整、まあ、1キロ2キロの負荷の調整が難しくて、少しね、体勢を変えただけで、すぐにね、難易度が上がってしまいます。そんな時にね、こちらのチューブの補助を借りてアシスタントを入れることで、普段ではできない体勢でトレーニングできて、成長スピードが格段に上がります。そしてチューブ単体で使う場合は、インナーマッスルを鍛えるトレーニングであったり、肩周りのね、ストレッチだったり、女性であれば太ももやお尻を鍛えるトレーニングにも使えると思います。そしてね、こちらのチューブ、このように色によって負荷の強度が分かれています。自分がよく使っているのはこの負荷の弱い、チューブになるんですが、レベルに合わせて、初心者の方はこのように強度の強いチューブを使ってトレーニングするといいと思います。ここでね、このチューブと先ほど紹介したディップスバーを組み合わせたトレーニングをいくつか紹介したいと思います。どうぞ。
はい、このようにね、チューブと他の筋トレ器具を組み合わせるとさらに効果的なトレーニングができるので、いいなと思った方は購入してみてください。そして最後に、このチューブっていうのはどんな人におすすめかと言いますと、まずはね、まあ、インナーマッスルを鍛えたい方、そしてチューブを使って、ストレッチがしたい方、ディップスバーなどの他の筋トレ器具と組み合わせてトレーニングの質を上げたい方、懸垂が1回もできなくて、できるようになりたい方、そして筋トレ初心者の方、このような人におすすめなので、ぜひ購入を考えてみてください。はい、そして最後の3つ目の筋トレ器具を紹介していきたいと思います。もうね、見えてるんですけど、こちらのね、鋼鉄棒バーです。もうこれはね、懸垂を家でしたい方は必見です。やっぱりね、家の近くに鋼鉄棒がなくて、懸垂できずに困ってる方っていうのは、非常に多くいると思います。もうそんな方はこのね、鋼鉄棒バーが、あれば、もう好きな時間に、自宅で懸垂をすることができます。で、そしてこの器具も本当に数センチごとに高さ調整ができるので、身長が高い人も低い人も利用できると思います。はい、そしてね、こちらの懸垂バーに関しても、先ほどのチューブと組み合わせるとかなりね、効果的なトレーニングをすることができます。少し例を挙げますと、こちらにチューブを、かけてもらって懸垂をすることで補助割りの懸垂をすることができます。それ以外にも自分の腰と、懸垂台にチューブを巻くことで、かなりね、効果的なプランシェのトレーニングをすることができます。そしてそれ以外にもチューブを使ったフロントレバーの練習、こちらね、ぶら下がっていただいて足を上げていただくと、それだけで、腹筋のトレーニングにもなります。ということでね、この懸垂台に関しましても、チューブと組み合わせることでプランシェのトレーニングだったり、フロントレバーのトレーニング、そして懸垂ができない方の腰張りの懸垂トレーニング、そして、ぶら下がることで腹筋のトレーニングにもなります。そしてね、この鋼鉄棒をおすすめしたい方っていうのは、やっぱりね、家で懸垂がしたい方、そしてね、チューブプランシやフロントレバーをしたい方、そして足上げ腹筋をしたい方、そしてまあこれはちょっと関係ないんですけど、雨の日にね、家で洗濯物をかけたい方、物干し竿的な感じに利用することもできます。はい、以上がね、3つのトレーニング器具の、紹介になりました。今回紹介したね、トレーニング器具、本当にどれも万能で様々なトレーニングに、利用できますので、欲しいと思った方はコメント欄や概要欄にリンクを貼っておきましたので、そちらからぜひ購入してみてください。それではね、今回の動画以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep, move feet, hurt it easy.